エリック・リン・ハッカーは、アメリカ合衆国、テキサス州団カンビル出身のプロ野球選手、ウト・リョーダ。ダンカンビル高校に在籍していた。もともと、アメリカンフットボールをしていて、クォーターバックを守っていた。しかし、怪我が原因で野球に転向した。2002年の MLB ドラフトで、ニューヨーク・ヤンキースからドラフト23巡目指名され、入団。この年は、 参加ルーキークラスのガルフコーストリーグのガルフコーストリーグヤンキースで3試合に登板した。2003年も参加ルーキークラスのガルフコーストリーグのガルフコーストリーグヤンキースでプレーし7試合に登板した。2004年は参加ショートシーズン A のスタテンアイランドヤンキースでプレーした。またトミー・ジョン手術を受けている。 2005年は参加 A のチャールストンリバードックスでプレーした。サウスアトランティックリーグでオールスターゲームに選出された。2006年は右肩の手術を受けプレーしなかった。2007年は開幕を参加 A のチャールストンリバードックスで迎えた。ここでは17試合に登板した。その後参加アドバンス A のタンパヤンキースに昇格し9試合に登板した。 その後、1試合だけ参加トリプル a のスクラントン、ウィルクスバリレールライダースでプレーした。2008年は、開幕を参加アドバンス A のタンパヤンキースで迎えた。5月28日に、参加 AA のトレントン・サンダーに昇格した。17試合に先発登板した。サンダーが、プレーオフに進出し、2勝を挙げ、イースタンリーグの優勝に貢献した。オフの11月に結婚した。 2009年はメジャーのスプリングトレーニングでプレーしていたが3月8日にマイナーのスプリングトレーニングに移動した開幕を参加 AA のトレントンサンダーで迎えた3試合に登板後参加トリプル a のスクラントンウィルクスバリレールライダースに昇格した5月9日にブレット・トムコを40人枠に登録するためディーフとなった2009年5月16日に ロムロサンチェスとのトレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。参加、プル a のインディアナポリス・インディアンズへ移動した。ここでは21試合に登板した。9月8日に自身初めてメジャーに昇格した。22日のシンシナティレッズ戦でメジャーデビューを果たした。オフの11月7日に40人枠外となり、9日にフリーエージェントとなった。 2009年12月18日にサンフランシスコジャイアンツと契約を結んだ。2010年は当初はメジャーのスプリングトレーニングに参加していたが、その後マイナーのスプリングトレーニングへ移動された。開幕は参加ル a のフレズノ・グリズリーズで迎えた。この年は29試合に先発した。高をするもメジャーに昇格することはなかった。オフの11月6日に、 FA となった。2010年11月9日にミネソタツインズと契約を結んだ。2011年は当初はメジャーのスプリングトレーニングに参加していたが、その後マイナーのスプリングトレーニングへ移動した。4月19日にリリーフに転向したアレックス・バーネットの空いた先発の枠を埋める豆メジャーに昇格した。十七日の試合後にアンソニー・スーザックとの入れ替えで、 参加トリプル a のロチェスター・レッド・ウィングスへ降格した。7月17日には、スコット・ダイヤモンドを40人枠に登録するため40人枠外となった。この年は、マイナーでも成績が悪く14敗はマイナーで最多だった。オフの10月4日にフリーエージェントとなった。2012年は、フルスのジャイアンツとマイナー契約を結んだ。 開幕を参加トリプル a のフレズノグリズリーズで迎えた。4月27日にダブルヘッダーに伴う26人枠でメジャーに昇格した。試合終了後にスティーブ・エドルフセンの交換で参加トリプル a のフレズノグリズリーズへ降格した。マイナーではこの年のパシフィックコーストリーグのオールスターゲームに選出された。8月17日に ブラッドペニーの DL 入りに伴ってメジャーに最小格した。8月25日にイーライ・ホワイトサイドとの入れ替えで最高格した。最終的にこの年はメジャーで4試合に登板し、参加トリプル a のフレズノで26試合に登板している。ここでは12勝を挙げリーグ最多タイだった。9月4日にエマニュエル・バリスを登録するためリーフとなった。 8日に FA となった。2013年1月15日に韓国、久保の NC ダイノスと契約を結んだ。この年は、打線の援護が少なく4勝しか上げることができなかった。単年契約だったが、オフに再契約を結び残留した。2014年は8勝を上げた。2013年から2014年までの登録名は、ファーストネームのエリックだったが、 2014年より NC での同僚として同じ外国人選手のエリック・テイムズが在籍したため2015年より登録名をハッカーに変更した2015年は19勝で自身初となる最高値のタイトルを獲得した2016年は13勝2017年は12勝と3年連続2桁勝利を記録し2017年限りで対談した 2018年6月21日に故障のため退団したエスミル・ロジャースの代役としてネクセン・ヒーローズと契約、久保に復帰した。ネクセンでは同年5勝を記録するもオフにチームがエリック・ヨキシュと契約したことにより、この年限りで退団。ありがとうございます。